ステージ。三日月宗近役の本日はお集まりいただきましてありがとうございます。そうですね、刀剣男子ってすごく歴史を守るものだと思ったんですけど、まあ、今回の内容に関しましては本当に一部二部ともに攻めの姿勢を持っているので、今までとはこう違った3タイトルとはまた違ったいい味を出せてるんじゃないかなと思いますし、きっと多分サニワの皆さんはいいものを作ってくると思ってるんですけど、はるか上を行く作品を届けたいなと思ってますので、よろしくお願いします。こいつの魔力の北園亮です。そうですね、シンプルに緊張してます。もう、まあ、でもただ本当にこの作品新作楽しみにしてましたし、僕たちが刀剣男子としてどれだけ成長してきたのかっていうのをこの作品に込められてますので、そして幕末、ボドスに負けない作品になってると思います。本当に初日のお客さんの反応は楽しみです。応援のほどよろしくお願いします。岩戸仕上げの佐伯大地です。僕らは本当にもう三畳半の時なので、刀剣男子歴がもう長いのでもう刀剣男子としても人としても役者としても苦楽を共にしてきた仲間が本当に心強いなと思っております。もう舞台上では冷静に精一杯演じて、新たな自分を、新たな刀剣男子に出会えるようなそんな舞台にして、最高傑作と言われるような刀剣乱舞ミュージカルにしたいと思っております。よろしくお願いします。ミノプレミ役の大木田修也です。僕はですね、まあ、今の剣守り刀、義経公の守り刀ということで、まあ、義経の歴史とかをすごく調べたりするんですけども、なんか今回のその台本だったり稽古をやっていて、なんかすごくこう、もしかしたら歴史ってこういうこともあったんじゃないかなっていうのをすごく感じたりもしまして、まあそのまあ今誰も証明できる人が、実際に見た人がいるわけではありませんので、いろんな伝説だったり清水藩だったんじゃないかみたいな説とかもあったりするんですけど、そんな中でこの刀剣乱舞というものが、この公演が100年後200年後義経の新たな歴史として一つの伝説として残ったらいいなと思っておりますので、皆さんぜひ応援の方よろしくお願いします。はい、ヒゲ切り役の三浦博樹です。今ここにこうやって刀剣男子として立っていることが、すごくやっぱり刀剣乱舞という作品に憧れていたので、すごくなんか夢のような感じがしています。本当に客席で見ていた憧れの先輩方と共に、そして新しく弟と僕の二人で新しく入るので、まあそうですね、胸を張りながらも一生懸命食らいついて最高の初日に仕上げたいと思います。よろしくお願いします。山丸役の高野明です。この見どころがすごく多い作品だと。もっと声を大きくしゃべれ。膝丸役の高野明です。とてもね、見どころが多い作品で、でもその分課題がすごく多くて、すごく苦戦したりもしたんですけど、この刀剣男子として歴史が長い4人の皆さんとこうやってきて、すごく優しくしてもらって、今日まで来れましたということで、初日緊張してますが精一杯頑張りますので、千秋楽までしっかり頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。